大学時代にですね、大学の1年の先輩が新潟県の職員の試験を受けるということで、合格されて、それでいろいろお話を伺っているうちに、すごく県職員の仕事って楽しそうだなと思いまして、東京の外務本省で1年、その後はアメリカのヒューストンというところの総領事館で2年間勤務させていただきました。官僚夢起こしプランの中の、指標に基づきましてですね、特に我々は外国人観光客の誘致の仕事をしていますので、新潟県に宿泊する外国人観光客の数を、将来的にどんどん伸ばしていこうというための取り組みを行っています。比較的短いスパンで、すごくいろいろな仕事に携われるという部分です。本当に今一般企業の方で専門性を突き詰めてどんどん働かれる方も多いと思いますけど、県職員の仕事は多岐にわたりますので、そういった本当にさまざまな仕事をいろいろ体験させていただくことができるということで、一番大事だと思うのは笑顔のいつも笑っているような元気のある方にと一緒に働きたいと思います。必ずしも仕事がいつも楽しいとは限らない職場でもありますので、そういった中でも笑顔を忘れずに日々楽しみを見つけながら、やりがいを見つけながら一生懸命働いてくださるような方とぜひ一緒に働きたいですし、それで自分もまたどんどん頑張りたい。新潟に住んでいてよかった、新潟楽しいなってすごく体感していただけるような地域にしていきたいと思いますし、また新潟を離れてしまった友達も多いんですけど、そういった友達がまた新潟戻ってきたいな、新潟でまた働きたいな、暮らしたいなと思っていただけるような、誰もが楽しんでいただけるような地域にしたいと思います。